皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日はですね、ちょっと皆さんに、お知らせしたいなというか、おすすめと思う、内容というか体験があったので、それを伝えたくてこちらの動画を撮ってます。それは何なのかっていうことなんですけども、これは実際に私が先日体験セミナーの方に出て、まあ衝撃というか、おおって久しぶりにですね、そのセミナーでその実感と体感をすることで感動したっていうのはここ数年なかったぐらいの一番の出来事でした。はい。じゃあこんなもったいぶって言ってますけどね、何なんですかっていう話なんですけど、これですね、瞬読、はい、山中恵美子さんっていう方が書いて、まあひょんなことでお知り合いになった著者仲間、著者の会っていうのがあって、その会に出た時に偶然お会いしてですね、非常に明るくて面白くて、クレバー、頭の回転も早くて、まあ、酒飲み神戸で一緒にお酒飲んだことあるんですけど、すごいね、私人間的にすごい好きな方なんですよ。でこの本をいただいて、で、まあ、内容とか概念はね分かったんですけども、いや本当にそれ、いやあるんですよ、こういう問題とかね、こういうのもあって、まあそうね、うん、できるかんとかね思いながら読んでたんですよ。でその後瞬読ドリルも出ました。もちろんお友達っていうこともあるし、これでやればもっとできるようになるのか私とか思ったんですけどね。でもこれ CD がついてるんですけどすいません、まだ CD 開けてないですで、まあ、何が言いたいかっていうと、私自分で体感する方が百聞は一見にしかずタイプの人で、本読むこと、もちろん瞬読だから本を読むあれなんですけど、体感して分かっちゃう方がもう一発で分かるタイプの人なんですよ。で体験会実際に本当に早く読めるのかなとかいうのを体感したら納得するよとか思ってて、体感できてなかったんで、うーんすごいのは分かるけれどもとか思って体感したかったんですよ。で先日ようやっとですね、日程があって、しかも Zoom でやってくださるっていうことで、会場に行くっていうと往復の時間と、交通費は別にいいんですけど、往復の時間ですね、その決められた会場の決められた日付の決められた時間にそこの場所に行かないといけないっていう、これがあってですね、なかなか体験が出れなかったんですよ。ようやっとこの間やっと出れたんです。それぐらい瞬読っていうこの概念すごく気になってたんですよ。なぜ気になるのかっていうと、私は本はすごく好きだし、ビジネス上ですね、本をたくさん読んでるか読んでないかって言ったら収入が下手すると10倍変わるぐらいのインパクトがあると思ってるんですよ。本でしょとか言う人もいるかもしれない。特に教室の先生って本読まない人すごい多いです。はい、はっきり先に言いますけどね、本ってその自分が体験してないこととかも書いてあったりとかするじゃないですか。それによって得ることができる情報ってすごいすごいですよ。だってそれによって体験してないことを体験したのと同じぐらいの知識量が増えていく、いきますからね。で私小さい頃とかすごい本とかを読むのが好きっていうか、まあ必要に迫られたというか、暇つぶしというか、そういうふうに言えばいいんでしょうか。小学校の時の体験なんですけど、1時間に1本ぐらいしか通らない路線で帰るのがいいような学校に通ってたんです、私、バスが。で歩いて帰ると3時間ぐらいかかるところで、3時間で帰れんのかな、一回バスがなくなっちゃってしょうがないから歩いて帰ったこととかありますけど、小学校の頃ですよ、すごい遠いんですよで1時間に1本しかないから、時間が余って暇でしょうがないし、みんなは帰れちゃうんですよ、その時間に。で時間つぶしのために一人遊びっていうか、みんないなくなっちゃうから図書館しかないんですね、時間つぶすっていうと。図書館に行くと、私続きものが結構好きだったんですけれども、だから1巻から50巻とかあると、1巻目が面白ければ選ばなくていいじゃないですか、本これにしようかな、あれにしようかな、1から順に50まで読んでいけばいいっていうことで、よく読んでたの結構電気とかはシリーズじゃないですか、
野口英世とキュウリー夫人とか、なんか電気だからシリーズだからいいし、あと落語とかも1から10とかなんかシリーズ、小学生なのにそんなの読んでましたからねあと図鑑とかも結構よく見てましたね。図鑑シリーズ、花の図鑑とか魚の図鑑とか木の図鑑とか恐竜の図鑑とかで、図鑑もの図鑑のところに置いてあるから、まあ、余談ですけど妖怪大辞典とかも読んでたことありますからね。結構マニアックな感じです。もちろん普通の小説とかも読みます。小学生だからビジネス書とか読まなかったですけどね。世界のなんとかどう、グリム童話じゃないけどなんか童話集50とか30とか、日本昔ものが昔話とか30とか、そういうシリーズものを読むのが結構好きで、あのそれは選ぶのを考えなくていいからです。昔から効率的な子だ。その代わり1巻目が面白くないとそのシリーズは全部読まないことになるので、1巻目にどのシリーズを持ってきてくれるかっていう出版社の意図はとても大事だったと思うんですけどね。で、その早く読むっていうか1日に1冊読んでみようって思ったんですよ。その毎日放課後、そこに放課後っていうかバスが来るまでの間読むっていう、1時間とか余りますからね。その1時間で1冊か、まあ、借りて帰るのでバスの中で読んでっていうのも含めて2時間あったら1冊読めたのかなっていうのをやってたんですよ。でノートにつけてました。何の本読んだかっていうタイトルで、それが1年365日だから365以上になろうって言ってトライアルをして、1年で385冊読んだのかな。だから土日とか読まない日があったら2冊読むみたいな、そんな生活をしていた子供の頃なんです。で、そういう知識がすごく私はあったので、何に生きたかっていうと作文書くときです。さらさら書けます。読書感想文とかすごい早くて、しかもコンクールとかに入っちゃうような読書感想文が作れる。それはいっぱい読んだ本の中のフレーズを真似して自分流にアレンジして、それで提出すると大人に褒められるっていうことを知っていた。あと私の先生が日記を書くことをすごい推奨する担任の先生で、毎日書かないとダメなんですよ、日記で。先生の箱に入れるといいと思った感動したところにこう赤線引いてくれて二重丸つけてくれるんです。子供はやっぱ褒められる承認欲求がとても強いので、二重線とかをね引いてもらうと、先生を喜ばせるにはこういう文章書いたらいいのかって、その頃からそういうことをよく知ってた子供で、自分の感情を伝えると同時に読み手に向かって分かりやすく書いていくっていうことがどういうことなのかっていうのを日記で訓練で分かったんです。だからあのね、それこそひまわりが咲いた、綺麗だったっていう日記を出してる同級生もいる中、私は結構なんかね掘り下げた自分の内面をしっかり書く小学生、ある意味気持ち悪いですけどねそういう小学生だったんですよ。で、そういうのを繰り返してて、当然文章力と書く力っていうのが身についていった小学生。そうすると判断力とかがいろんなケースとかを瞬時に頭の中で思い浮かべる知恵のもとっていうのは本で読んだ知識なんですよね。だから私すごく判断するのが早いです。あのそれは知識として得ている本の知識がもちろんベースになってるんですけども、情報の処理っていうことで、たくさん情報を、いい情報ですねを入れておくから、これは自分にとって有益なのか有益でないのか、成果は出せやすいのか出るのか出ないのかとかいうこともパッと瞬時に判断できる速度があるんですね。ですから私はまあ総合して本はたくさん読みたいタイプなんです。だけど読めない、要は時間がないっていうのが一番の理由です。だったらじゃあ例えばこの1冊の本が3分で読めたら、それはもう買った今40冊ぐらい積んである本1日もかけずに全部読めることになりますよね。そうするとそれだけの知識が私の頭に入るということは、自分自身のいろんな人生の判断もそうですし、あとはクライアントさんへのアドバイスがさらにもっとね、倍速というか倍じゃ済まないですよね。他のコンサルタントの人が読む量よりも早ければ、その倍の量の知識を持ってアドバイスができるっていうことは、価値が10倍20倍30倍になっていくっていうことになるので、私の価値を上げるっていう意味でも本をたくさん読むっていうのはすごく大事なことなんだよねっていうのを理解してたんで、速読じゃなくて瞬読何なんだみたいな、で体験して分かったんです。何が分かったか、左脳で読むんじゃなくて右脳で読むって言われて全てが理解できました。はい、
フォトリーディングっていうね、私もちょっと詳しくはよくわかんないですけど、写真を撮るようにこう記憶するようにパッパッて見ていくっていう、だから、まあ、こう、この本があったらね、こういうパラパラパラっていうこういう感じで見ていくっていう読み方もあるんですけど、瞬読の実際にマスターしてる子どもたちの映像、衝撃ですよ。もう本当にこの速度で見てるんですよ。まあ私もこれで見てもちょっとは追えますけどね、中身今のまだちゃんとやってない段階でも。だからそのロジックですね、こういうふうにしてロジックでやると読めるようになるっていうのと、秀逸だったのが体験会でそのドリルっていうんですか、画面上に出てくるピッピッピッポーン的な感じでバババって出るのをバッと見るっていうのを、何秒でできたか、どこまで見えたかっていうのを、まあみんなで一緒にやるんですけど、訓練するんですよね。でその時に分かったのが、私、まあ人よりは読むのは早いだろうなと思っていたんですけれども、さらに早いっていうことを分かったんです。他の人が見えてない文字も見えてたんですね、私が。だからそれで分かったんですよ。処理能力が早いっていうことが、要は瞬時にマルチタスクでいろんなことを同時にやりながら行っていくことができるのも、例えばメッセージとかパッと一瞬で読んで内容を理解することができる能力っていうのも、そこで普通の人よりはあるのかというのが分かったんです。普通の人っていうのはそういうのを訓練してない人に比べてっていうことです。できない人をヒゲじゃないや、責めてるのではなく、そうではなく訓練か訓練でないかのスタートラインの話です。じゃあなぜ私が早かったのかって言ったら、小学校の時のそういう本の読み方とか、あとは本を書く人だからです。当然普通の人よりは書けて当たり前だし、読めて当たり前だっていうのは分かってたんですけど、それでもそのロジックに沿って、あ、右脳で読むんだっていうのが分かった瞬間に、あ、これは本物だって思いました。5%の力じゃなくて95%の潜在意識使っていきますからね。それなら読めるって思ったんです。で、驚いたことに、そんなに私自分が早く読めるっていうふうに思って本を読むことをトライしたことがなかったんですよ。なかったんです。だけど体験会で訓練をしたら、そのはあ早く読めるんだっていうことを分かったんです。1分5000文字っていうのも出てくるんですけど、それもそのパッパって出ていく速度が、自分がめくっていく、そういう何か Kindle とかああいうのでめくっていく速度より遅いってことが分かったんです。倍速ぐらいでも読めるかもって私思ったんです。そういうのを客観的に知る機会ができたっていうのも非常に嬉しい発見だったし、あ、じゃあ私ちゃんとやればできるかもしれないと思って、まあ即そのね、トレーニングの方の申し込みはしたんですけど、申し込みするしないじゃなくても、皆さんにとってその瞬読の体験会を体験して、自分が本を読むって言っちゃいけないのかな、見た瞬間に頭に入るみたいなことが、そのドリルをやることによってできるようになるんですよ。これ結構すごいですよ。すごい。読めるんですよ、見えるんです、字がバラバラにそこに書いてあっても。それを体感するっていうのは多分訓練でできるなって思ったんです。だから私は誰かに頼まれて何かをこう宣伝するっていうのを基本しない人です。自分が体験して本当にいいなと思ったものしか人には勧めないタイプの人なんで、この瞬読のセミナーをいいっていうのはいいと思ったからいいんです。山中さんすごい好きですけどね、だから好きに拍車がかかったっていうだけのことなんで、これができるようになると、皆さんのね、時間がない時間がないって言ってるものもだいぶ解消されると思ってるんですよ。書類を処理する能力とか読んでいく能力が速くなると、結局そこに費やす時間が2分の1、3分の1、5分の1、10分の1になってったら、他のことできるじゃないですか。あとよく迷うとか考える人ね、その人がコンマ何秒でもしも判断できるようになったら倍の人生生きられます。時間と生きられる時間っていうのは限られているので、
私の死ぬまでの例えば10年っていう時間が仮に決まっていたとして、その10年を本を読むことによって豊かにすることができる人生があるとしたら、それは10分の1、100分の1でその内容を把握できた方がいいじゃないですか。そしたら行動することに時間使えますよねっていうこと。で、私がたくさん知識を持てば、クライアントさんへの提案の選択肢が増えます。ということは、その人が選べる人生が1通り2通りだったのが10通りになるかもしれない。となると、まあ、私はやるしかないよねというふうに思ったので、そういうきっかけを与えてくださった素晴らしいセミナーです。はい、体験するだけでもいいですよ。多分自分がどれぐらいの速度で読める人間なのかっていうのも分かるっていうのすごくね、いいと思います。本気で神経集中して読むと、すごい一瞬しか文字が出ないのに全部見えました。だからこれは訓練でできるんだなっていう、特別な人の特別なものの才能じゃなくて、私が小学校の頃からそういうことをするような人生をもともと送っていたから読みやすかっただけ。でも私小学校の時にこれ知ってたら人生もしかしたら変わってたかもしれないって思うくらい衝撃の体験でした。ね、この本にもね、こういうのこうパッと、こういうのがパッと一瞬出るんですよ。それで何て書いてあったかっていう話。でもまあ今の私はここに書いてあるの12個とか書いてあると、一瞬では無理ですけど、何個かは一瞬で読めます。はい、だからこれ訓練でできるんだなっていうのが分かっただけでもすごくって、クイズ形式で楽しかったです。それにトライするっていう自分がなかなかにね、面白いなと思って、あ、これ鍛えられるなって思いました。なので、そういう背景と自分の体験と、どういう人生を送りたい人におすすめなのかっていうことをお伝えしたくて、この動画を撮りました。まとめると、まずこの瞬読のこのスキルを身につけるといい人っていうのは、時間がもったいないと思ってる人、まず1つ目それです。で、本はたくさん読みたいけど時間がない、だから知識をね得ていくことができないから、もっと時間があったらいいのにと思ってる人は時間を作れるなって思ったのが一つと、あと複数の人生の選択肢を持って、より自分が生きたいように豊かな人生を、作っていくことができる、選ぶ選択肢、知識によって増やすことができるっていう、この2番目のものですね。そういう人生を送りたい人にも向いてます。3つ目は、その時間とね、豊かな人生を、まあ、選択することによって、まあ、様々なもちろん可能性からそれを選び取るわけなんですけれども、それをさらに倍にして膨らましていくこともできる可能性もあるわけですよね。今まで人生1個しかできないと思ってたことが3個とか5個できる可能性が出てくるんですよね、情報処理能力が早ければ。だからその有限な時間っていうものを5倍にも10倍にも膨らますことができる魔法のようなスキルだよねって思ったのがこの瞬読です。潜在意識化を使うって新しいアプローチは、私の中でも目から鱗なぐらい衝撃的で、かつエキサイティングな素晴らしい体験でした。なのでこのメソッドを開発した山中さんに本当に感謝をしたいっていうふうに思うと同時に、やっぱりこれは素晴らしいので、皆さんにね、知ってもらうといいな、特に教室の先生、本読まないから 読んでほしい、と思って、このお話をしてますので、共感できる方はね、ぜひ今オンライン上で全国どこからでも参加できるので、山中さんのねセミナーに参加してみてください。当然そのね、後ろ的な講座の案内はありますけれども、それありきで私はお話をしていません。はい、体験ありきですね。これ体験するだけでも十分お釣りが取れるぐらいの素晴らしい体験だと思います。はい、ぜひお試ししてみていただけると、人生が変わる一つの扉が開くかもっていうぐらい素晴らしいことだなと思って皆さんにお伝えしています。それでは。